小峰高タ3月6日隊は、日本のエコノミスト、元官僚。大正大学地域創生学部教授、法政大学大学院政策、創造研究加盟誉教授。国土交通省国土計画局長、経済企画長経済研究所長などを歴任した。埼玉県出身。東京大学経済学部卒業後、経済企画長に入庁。 総合計画局審議官、経済企画庁経済研究所長を経て、1998年、物価局長、1999年調査局長、2001年国土交通省国土計画局長に展示、2002年に退官。退官後は、法政大学教授や大正大学教授、同年4月、随報中受賞を受賞、2020年、 平成の経済で、読売、吉野作造賞を受賞。日経ビジネスオンライン、ひどいスタートを切った復興への、第一歩 ODA の削減は許されるのかにおいて、そんな中で、日本が、援助予算を復興のために削ってしまうのは、私から見れば信じがたい政策である。震災のためといえば、援助額を減らされても途上国は批判しにくいだろう。しかしそれは、 確実に日本の友人を減らすだろう。私は国にも教授というものがあるのだと思う。そして私は日本がこれまで教育と人を重視するという意味で将来世代を大切にする国であり、自らが自力で先進国への仲間入りを果たした経験を持つ立場から、これからキャッチアップを始めようとする国を支援する意志が強い国であると信じ、それが 日本の教授なのだと考えてきた。震災という悲劇の中で、その教授がなし崩し的に消えていくのを見るのは、私にとってもう一つの大きな悲劇である。と主張している。読売年間2016年版 P316。ありがとうございます。